なんだあれ、モンスターの卵嚢かな。繭みたいに寄進兵の残骸まで取り込んでる。ってことは中にモンスターが入ってるのか。うん、きっと雲みたいな。ライン離れて。うわー、ラインまずいぞ。さっきのビジョンが本当ならラインは急いで探さなきゃ。登れば会えるはず。冗談じゃねえぜ、この数。切っても切ってもキリがねえ。ダメだライン、そっちに逃げちゃ。ライン、シュルク、ライン。モナドの力？あ、危ねえ！待ち伏せとは雲のくせに知恵が回るじゃねえか。やるぜシュルク。ああ攻撃は僕がモナドで防ぐ。先に周りの小さいのから片付けよう。ああシャドウアイマービートだ。開けモナドよ。モナドはよしよし。これがやったらしいモナドの力なのか。やっぱすげえなモナドは。騎士兵をぶった切るだけじゃなかったんだ。ライン、一つだけ分かったことがあるんだ。え？僕が見る未来は決定された運命なんかじゃない。警告みたいなものなんだと思う。警告？そう。何もしなかったら、何もできなかったらこうなるぞっていう警告。だったら僕はこの力を使って未来を変えてみせる。そうだな。その力をうまく使ったらきっと喜んでくれるさ、フィオルンも。うん。さあ行こうぜ。巨神の膝まであと少しだ。けられないんだ。こいつは俺に任せろ。よーし、熱くなってきたぜ。あ、こんなもんできた。やったね。やってやるさ。こいつは俺に任せろ。はっ、今ならほられそうだ。連携タイム到来だな。オッケー、いつでもいいよ。俺たちの勝ちだね。こんなやつらへでもねえぜ。こいつは俺に任せろ。オーラッパーやオーラ俺に任せろ。連携のチャンスだ。待ってました。オーラや心があふまーっている。俺たちの勝ちだね。さあ次だ次だ。守り切ったぜ。勝てたのはみんなのおかげだよ。 서!何度見たって見慣れることないよな、こりゃ。あの雲の向こうは。ああ、俺たちの敵、鬼神界だ。僕たちの敵。俺らが登ってきたのが巨神のすねのあたりだから、ここは巨神の膝小僧ってとこかな。ああ、でこの先が目指すコロニー6だ。あそこから登れそうだよ、ライン。よし、行こうぜシュルク。力を感じる。締めていこうぜ。おいシュルク、あれを見ろよ。煙が昇ってる。誰かが焚き火してるのかもな。なんかうまいもんにありつけるかもしれないぜ。あんな場所でしないと思うけど、まあ気になるし行ってみようか。